せーの。番組をご覧の皆さん、こんばんは。ドラマルートレナ役の河合優実です。佐藤役の坂東亮太です。佐藤、ちょっとあんたどこで油売ってんの。ほら短いと。町の小さな探偵事務所で働く若手探偵コンビ、彼らが受け負ったのは。おかみさんはなんか気になることとかないんですか。彼が普段何をしているか。とある奇妙なタクシー運転手の素行調査のはずだったのだが。マジで、お前どこの記者だ。僕あの週刊誌とかではなくて探偵でして。やがて二人は大きな事件へと巻き込まれていく。強ユキじゃんこれ。一度踏み込んだら抜け出せない群像ヒューマンミステリー。毎週火曜深夜24時30分から放送中の新ドラマルート。今夜は第1話を見逃してしまったあなたのために、その見どころを今大注目の俳優ダブル主演の河合優実さんと坂東亮太さんがたっぷりとお届けします。なんか覚えてるのはボーンって飛んでったんですけど。そんな強く蹴ってないけど。いてーみたいなやってるからうわみたいな。まだ間に合う話題の新ドラマルート徹底解剖スペシャル。実はこのドラマルートは大人気アニメオッドタクシーの世界から生まれた新たな作品。それでは曲いきましょう。ミステリーキッスのデビューシングルで超常恋現象。レッツゴー。アニメではポップで可愛らしい動物のキャラクターたちが登場。しかしその見た目とは裏腹に手に汗握る展開が SNS で話題に。多くの著名人からも支持を集めました。どうでした。面白かったです、ね、面白かったです。僕も結構一気見しちゃった。あんま見たことない感じの世界観だった、ね、オフビートな会話の。で最初なんかさ、もう少しさこう気楽に見れるのかなって思いませんでした。思いましたね。そうですよね。ポップだしね。ポップだし、そうポケッとずっとこうラジオのようにリラックスして最後までいけるんだろうなって。みたいな、どんどん流し見してたら流血するみたいな。流し見してたらいきなりプシャーみたいな。そのギャップがね、多分すごいいろんな人に面白いと思って思えたなと思うけど。女子生徒は午後10時頃家族と話した後深夜に外出、タクシーに乗車したのが防犯カメラの映像に映っていました。お前別にいつ逃げてもいいんだぜ。アニメでは主人公のタクシー運転手小戸川を中心に世間を賑わせる女子高生失踪事件の真相を描いたのですが、今作のドラマでは主人公を若手探偵コンビに変えて別視点からのオリジナルストーリーとして描くことで、アニメを見た人も見たことのない人も楽しめる内容なんです。ずっと見たくなるようなあの会話 の, あの空気感みたいなものは、オッドタクシーを最初に初見で見させていただいた時とどこか通ずるポイントがあったりとかするのかなと。あんまりアニメを踏襲しないでいいですよっていうことは監督に言われてたけど、受け継いでるムードみたいなのはすごいあると思うし、1話でもうそれを感じ取ってもらえるんじゃないかなっていう感じに、このバディのこう雰囲気もなってたような気がしますね、うん、自画自賛ですけど。イエーイ。自画自画してこう。自画自賛。自画自画。自画自画。それでは改めてお二人が演じる人物について教えてください。レナは19歳なんですけど探偵事務所で働いていて、すごく冷静だったりクールだったり、そういう風な人当たりが目立つんですけど、自分が持ってる正義みたいなものをすごく大事にしてる一生懸命な子です。佐藤はそうですね、本当に強運の持ち主で、いろんなことが佐藤の身に起きるんですけど、
悪いことも引き寄せつつも、なんか意外とこうラッキーなこともこう引き寄せちゃうような才能の持ち主で、一見こうかなりポンコツで空気読めない感じではあるんですけど、憎めねえなこいつみたいな部分もあって、ぜひ佐藤見捨てないでやってほしいっていうふうに思います僕は。ちなみにお二人は運はいい方ですか？いいと思いますね私、うん、俺もいいと思う、いいと思う、うん、っていうかまずここに立たせてもらってることがもう運でしかないというか、はい、運の連続ですからね。そう、頑張れば報われるみたいな世界でもないし、うんうんうん、ゆうみちゃんは事務所に入ってきた時から僕は知っていて、その成長を一番近くで見ているんですけど、はい、今ね運って言ってましたけど、そんなことはないと思います。確実に努力と実力の結びついて今があるんだろうなっていう。だから僕の最近のやっぱもう良かったもうとこの人と共演できたことですよね、ルートで。そんなことを言ってくれるんですか、うん、もう多分一生。いやいやいや、やりましょうやりますか、はい、嬉しいですねそう言っていただけると、はい、あっち。物語はレナと佐藤若手探偵コンビの張り込みシーンから始まる。こんなひなびたところに大手の銀行員来るんすね。そいつの奥さんが言うにはここら辺でよく女と会ってるらしいよ。すぐ近くの支店に勤めてるらしいから。私たちが押さえる証拠は2人でラブホに入るところ、そして一夜を共にし朝2人で出てくる映像。何やってんのこんなとこで。ゆうとくん何も。何もってなんだろう。あれか、取引か何かか。注射器か何か隠してんじゃないだろうな。すぐ出しますから。おいおい待て待て、後ろのお前カメラか。盗撮か何かじゃねえのか。違います違います、これ思い出かなんかです。見せてみろ。じゃあ中身。いやそれはちょっと守秘義務があるんだよ。その僕ら見せられないなら黒じゃねえか。え、あお前降りて。いや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 、降りて。早く痛い痛い。見せろ。いい思い出だったら見せられるんだ。見せられません。見せろっていいから見せろ。皆さん助けてください。見せなさい。いや無理です。おい何してんだ。横柄な警官の態度を撮影してネットに晒しとってるのか。おいあんたさ初日から何してんの。真面目にやる気ある。研修次第じゃここさ。いやカメラの練習兼ねてですね。ここら辺野良猫ぐらいしかいないでしょ。それがなんか探偵っぽいの撮れちゃったんですよ。怪しい雑居ビルに入っていく裏若き女性、帽子にサングラスに、あれは絶対芸能人っす。それじゃ探偵じゃなくて週刊誌じゃん。探偵ってなんかもっとこうかっこいい探偵って。外だからダメだ。下がれ下がれ下がれ。ないでしょ。次いつ会える。俺行ってきます。やりましたね。取れちゃいましたね。なんでさっきから運があるのかないのか。トラブルはあったものの強運の持ち主佐藤のおかげもあり無事ミッションクリアと思ったのだが。ラッキー。よう、ずいぶん立派なカメラぶら下げてんじゃねえか。あ、はい。お前どこの記者だ。僕週刊誌とかではなくて探偵でして。お前何探ってたんだよ。守秘義務がありまして。言わねえから安心しろよ。いや、多分あなたには全然きっと関係のないことでですね、銀行員のたわいのない浮気の調査を頼まれまして。はあ、そいつはいいじゃねえか。いやー、ここに入ってません。本当だな。はい。ていうか、なんであなたに渡さなきゃいけないんですか。正当な理由を教えてください。はなから理由なんて不当なんだよ。ここに資金が入ってます。ああ、
チンピラに絡まれ大切な証拠を奪われてしまう。佐藤のこの災いを引き寄せる強運もドラマの見どころの一つ。いやー面白かったですね。なんか自分が佐藤の役やってもこんなことできないだろうなみたいな瞬間いっぱいありましたね。やることはないけど僕は本当に素直にあのゆうみちゃん演じるレナに反応してただけで、まあ、ゆうみちゃんが佐藤を想像していると言っても過言ではないっていう。いやそうなんだ、はい、そうなんだ。バランスを見ようとしてた感じはあるかもしれないですね、うんうんうん、佐藤がこういうキャラなんだったらレナがどんぐらいだったら面白いかなみたいな、うん、まあ僕もそうですね、うん、基本的に、まあ、自分よがりにならないようにしていった方が見てて飽きない会話になるのかなっていうふうには、うん、本当にバディの醍醐味っていうかね、うんうんうん、2人がどういうふうに結びついてるかみたいな方が面白く見えた方が、うんうんうん、あとそんな2人の関係性がよくわかるのがこの自動販売機でのシーン。連続で当たり引いちゃいました。4本ゲット。なんか覚えてるのはあ、台本に書いてあってね、蹴るって確か、うん、書いてあった、ケツを蹴るみたいな書いてあってボーンって飛んでったんですけど。ゆうちゃん別にそう強く蹴ってないそうそう、まあ、うまく編集してくださってるから別に出来は見て気になりはしないですけど、うん、そんな強く蹴ってないけど見てみたいなやってるからうわみたいな、はい、ちょっと自分よがりじゃないですかね。いや今完全に今そうじゃんと思って。いやいやいや。一方若手探偵コンビは、はーい、お待ちど。ありがとうございます。ここら辺見せなくて仕方なくここに。いや、ほんとすいません。こいつ全体的にデリカシーっていうものが欠如してまして。おかみさんはなんか気になることとかないんですか？あ、探偵に調査してもらいたい人とかこととか、なんか物とか、なんか太鼓って呼んで。あ、こういうこと言っちゃっていいのかわかんないんだけど、うちの常連さんでもいるわね、何人か気になる人。なんて言うんだろう、彼が普段何をしているか、彼から見た世界はどう見えてるのか知りたいわね。え、常連だったら直接聞けばいいじゃないですか。それじゃあさ、聞きたいことも聞けないじゃない。ここだけの話、どうもなんか裏の顔があるんじゃないかって思うのよね。改めまして、我々そういうものでして、その方の情報を教えていただければどんなことでも調べいたします。小戸川さん、下の名前はひろし。ありがとうございます。ということで身辺調査開始。パッと見薄気味悪い普通のおっさんって感じですけどね。そうだね。何かあるのではと張り付いてみたものの、ほんと何にもない平凡な日常じゃないですか。それでも依頼主にとっては非凡な日常かもよ。戻りました。お疲れ様です。いらっしゃい。今回は順調に進めておりますんで。所長まだ怒ってます？新しい依頼、依頼というか知人の娘さんが2日前から家に帰らない、連絡も取れない。え、家ですか？まだ高校生だからな、事件性があるかもしれない。そうそうだ、シングルですまだ。彼女もいないんで。あ、そうか、やかましょう。募集中なんですね。師匠はお子さんとはどんな感じなんですか？今日どうなさったんですか？歯に衣着せない鋭いコメント封印しちゃって。甘いもんでもいかがですか？ほら、これ、なんて言ったっけ、あのアイドルの若い女の子からの差し入れです。あ、うん、どうしたんですか、機嫌悪いんだから。ん？ちょっと様子見てきて。車内撮影ができるタイプのドライブレコーダーだよな。そうだ。乗せたんだよ、行方不明の女子高生。俺が？とりあえずデータはこちらで預かる。押収ってやつだ。何かあったらまた捜査に協力してもらう。ただし
警察には行くな。妙子さんが言った通り、ただのタクシー運転手じゃなさそうっすね、この人。ただいま。おかえりなさい。あ、なんか進展ありました？あの女子高生の件、めちゃくちゃニュースになってるじゃないですか。2日前の4日午前1時過ぎにコンビニで買い物した後、しばらくしてタクシーに乗った。そのタクシーは割り出せてないんですかね。コンビニ店員がナンバー覚えてたらしい。え、そんなパッと見で覚えられます？たまたま誕生日の数字だったそうだ。1022。へえ、すごい。東京都練馬区に住む女子高校生の行方が分からなくなっています。2日前の深夜、自宅から外出した後連絡が途絶えており、翌日の午前中、失踪した女子高生が最後に乗ったのは、なんと2人が調査していた男のタクシーだった。ちなみに今回お二人は探偵役を演じますが、探偵に調査を依頼してみたいことって何かありますか？なんだろう、言えるようなことあるかな、ね、そのなんか探偵にお願いするってなんかね、私しょっちゅう物なくすんで。私も一緒。本当に困ってますね。何なくす？アクセサリーとか。あー、もう外しちゃうんだ。すごい大切なのなくして、この間本当に最悪。ぜひちょっと探してやってください。もうしかも取られたんですよ、絶対誰かに。え、置いてて置いてきた場所が分かってて、うん、そのお店とかに電話したんですけど、うん、なくて、もうだから誰かピッピッて取った。探してください。監視カメラとかのね、映像を見てね、そう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 、追っていけば絶対見つかるはずなんで、よろしくお願いします。この後、若手探偵コンビが本領発揮。どのくらいかかりますか？一度踏み込んだら抜け出せない群像ヒューマンミステリー、毎週火曜深夜24時30分から放送中。新ドラマルート。乗せたんだよ、行方不明の女子高生。女子高生失踪事件に身辺調査をしていたタクシー運転手が関わっていることが判明。そこでレナたちは怪しげな何でも屋にある依頼をすることに。こんにちは。こんにちは。ずいぶん若いのが来たね。ある人物を遠隔監視できるドライブレコーダーと、あと GPS の設置をお願いしたくて。ちょっと待ってください、それ完全に違法行為じゃないですか。で、場所は？その人物の車、あとドラレコはこれで。うん、よくあるタイプだ。どれくらいかかります？忙しいんだ、3日もらえれば。え、そこ1日で。 1.5 日。あ、それが特急料金締め終わります。いくら？55万。ただし、あんたたちの手伝いも必要だよ。道具いらなかったよ、こんな。どのくらいかかりますか？もう7、8分あれば。8、8分。うん。どうした？お腹空いたのか？ちょっと待ってろ。はい、はい、OK です。よし、これで OK。 仕方ねえな、買ってきてやるよ。おとなしくしてろよ。ああいうシーンもワクワク
ワクワクしますね。なんかスパイキッズをなんか思い出すような、昼の顔というか表の顔はサウナっていうのもなんか東京っぽいっていうか、ね、うんうん、あー確かに、うん、か現代っぽい、うんうん、ジャングルっぽさもあるからさ、うんうんうん、赤道だし、うんうん、ちなみにお二人はサウナに行ったりしますか？あ、僕は結構サウナは行く方だとは思います。週1、2ぐらいは行く。週1、2でそんな頻繁には行かないかな。でも定期的に、定期的に行きますね。あ、でもさ、サウナでセリフを覚えるっていう役者さんもいるって聞いた。へー、うん、苦しいじゃんサウナって。あるしあれ気持ちいいって思えるタイプ。汗かいてんのは気持ちいいけど、まあ、最後はもう時計しか見てない。ねえ、あの針が。何分ぐらい入る？8分。あ、一緒だ。でも最近ちょっと伸ばしたかも。10分ぐらい。無理だな俺、8分以上はもう8分限界。無事カメラを取り付けることに成功し、タクシー運転手の監視を続ける2人。ね、本当に誰かと喋ってたの？はい、おとなしくしてるよって物騒な窓まで飛び出しましたよ。でも確かにな、あんなに可愛かったらたまたまタクシーに乗ってきたところを誘拐して監禁してる可能性もありますね。いや、関わってるかもしれないけど誘拐に監禁ってさ。確かにそらないか。あんなに可愛かったらって言った？いや、あんなに可愛かったらって言いました。あんなに可愛かったらって言ってなかった今？いや、言ってたよ。え？ニュースとか写真とかまだ出てないよね。何その言い方。え、いや言ってないっすよ。言ってたよ。え？マジ？うん。社長の書類ですか、しみちゃん。ほら。いや、だって机の上に出しっぱなしになってるんすもん。ちょっと待ってください。おい。どこだっけ？勝手に覗くなよ。あ、これだ。いいから。いやいやいや、ちょ大仏、ビャン、大仏。ちょっと待って。うん、3つよ。ユキじゃんこれ。三ツ矢さん、どこかでお会いしました？なんで創作の以外勝手に取り下げちゃうの？あいつはどうも無礼な仕事を結構やってたって噂もあったし。タイミに会ったことないんだろうね、こういう人。変わらねえ、やばいや、あいつらね。レナさんも可愛いっすよ。は？お前の仕事はやらないって言ったはずだ。今大注目の俳優、河合優実と坂東龍太のダブル主演。毎週火曜深夜24時30分から放送中、新ドラマルート。最後に気になる今後の見どころをお願いします。本当映像にこだわってるっていうのは実感してて、夜見てたらすごい楽しいだろうなっていう感じがしたので、あんまりこう日本のドラマで見たことないような、やっぱ見ててワクワクするんですよね。ストーリーもそうですけど、こう実写にしてよかったというか、映像作品として楽しめるような雰囲気になってますね。レナという、こうやっぱりオットタクシーの中ではある種モブキャラというか、出てきてなかったキャラクターの過去だったり、何を抱えてるかみたいなものも今後どんどん見えてきて、そうですね、すごいこう新視点ならではのこともいっぱい出てくるので、本当にどっちの人も楽しめると思います、見てる方も。ドラマルートは毎週火曜深夜24時30分から放送です。踏み込んだら抜け出せない群像ヒューマンミステリー、ぜひご覧ください。せーの、ルート。そして物語をさらに楽しめるルートのコミックがビッグコミックスペリオールダルパナにて連載中。こちらも要チェック。